はい、こんにちは、中地です。明けましておめでとうございます。たい焼きパン買ってまいりました。本日は2021年の1月1日。ちょっとね、新年早々買い物をしてしまいました。ちょっと前の動画で無駄遣いしないっつったんだけど、スイッチのグリップコントローラーを買ってしまいました。このパックマンの絵が描いてあるやつですね。いやー、買っちゃいました。値段は5000円ぐらい、5000円ちょっと。なんかね、パックマン僕全然好きとかそういうのないんですけど、なんかテンション上がっちゃうんだよね、パックマンカラーって。デザインがね、パックマンだとなんか惹かれちゃう。で、こういうのってすぐどうせなくなっちゃうから、もう買うなら早めがいいなと思って。まあ出てからだいぶ経ってるんだけど、買ってみました。こんな感じ。どうでしょう。かわいいよね。で、今最近ね、スイッチで携帯機モードで遊ぶことが多くて、スマブラとかね、やりたいときはテレビにつないで遊ぶんだけど、インディーズのそんなに激しい操作は要求しないものとかね、あとはちょっと前に買ったマリオ 3D コレクションとか、そういうの遊ぶのに、もともとのね、ジョイコンも個人的にはそんなにね、使いにくいなっていうことはないんだけど、ちょっと面白そうだったので買ってみました。この後ろにね、パドルボタンみたいなのがついてるのが特徴ですね。で、ちょっとね、おしゃれフィルターみたいなのをつけちゃってるんで外しますけど、実際の色味はこんな感じ、かなり黄色いです。この辺に箱を置きます。すいませんね、後乗せで声つけてるんでちょっとタイミング、映像との声とのタイミングが、で、サイズ感こんな感じ、ほぼ倍だし、厚みも倍ということで、つけてみますこれね、横から適当に撮っちゃってるんであれなんだけど、めちゃ投げ、めっちゃグッとグッと言ってるけど、めちゃ投げ。ただグリップ感はめちゃめちゃいい、すごく持ちやすいです。ただ投げ、マジで投げ。で、どのぐらいかなって、感覚的にはどれくらいかなって、一番わかりやすい例を探したんだけど、これだったプレイステーション4とほぼ横幅一緒です。もう横幅ほぼ一緒ですね。なんでこうやってカチカチグリップコントローラーつけて遊ぶのと、 PS4 持ってこうやってポチポチしてんのとほぼ変わんない。いや、まあ嘘なんだけど、長さだけね、重さとか厚みは全然違うんだけど、投げ。ただね、めちゃめちゃ操作しやすい。あと、スティックがね、背が高いので、すごくやりやすい。スイッチのね、ジョイコンは、スティックもね、扱いやすいんだけど、小さいがゆえにね、こう、1個下に下ろしたい、スクロールしたいっていう場面でね、なんか2個スクロールしちゃったりとか、小さな操作がすごく敏感なので、このスティックはすごく使いやすいですね。あと、ボタンもね、まあ、安っぽいかって言われると、若干安っぽい側に入っちゃうんだけど、あと、遊びが、ね、まあでも、純正のコントローラーとあんま変わんないかな。長押しするときにね、たまに離してないのに離しちゃったみたいなことが何度かあったんで、ちゃんとギュッて押してあげなきゃ、長押しはちょっと、しんどいかなっていう気はしましたんですけど、で、このね、パドル。パドルはね、めちゃめちゃ良かった。何でもかんでもアサインできるわけじゃないんだけど、左のパドルは左のボタンのアサインとかね、限定はされてるんだけど、それでもね、すごくやりやすかった。僕はね、LR のボタンをアサインしたんだけど、握りながらね、カチカチして操作できるのは良かったですね。初めてです、パドルのついたコントローラーは。ただね、こう今までずっと長いことゲームを遊んできて、しばらくコントローラーの進化ってなかったじゃないですか。だからね、なんかパドルっていう新しいボタンが追加されたことによってね、意識がそっちに行かないんだよね。 LR でできる操作は LR に指がね行ってしまうんで、ちょっと慣れるまではパドルボタンを無視しそうな気がするんですけど、それでもね、すごくやりやすいです。コントローラー自体が大きいから、LR を押すよりね、パドルの方がやりやすかった。
そんなことで任天堂スイッチ専用のグリップコントローラー買ってみました。結構良かったです。ということでこの辺でバイバイ。